今日ウィニングポストナイン3本目になりますが、ぼちぼちやっていきましょうかね。ごめんなさい、まだ騎手の方がね、ちょっと騎手ね、馬の方がね、ちょっと長期休みっていうのが出てきてますんで、それもね、ちょっと見つつ。あとは特段問題ないな。ちょっと待って、一個だけ言わして、なんでブエナビスタがここにいんの？俺の馬じゃないからあれだけどさ、いやー面白くなりそうだなこれ。で一応騎手の手配は今のところは、直近は大丈夫っすね。そうね、3月のドバイデーとか危ないんで、この辺はちょっとスキップでいきましょうか。じゃあそうですね、一応今回、ベストシスターっすね。まあ、本当はね今回タケ使いたかったんですけど、ちょっとタケはね乗り借りってことで、ちょっと今回ね武士座止まるになってますけど。いやー、武士座負けたら首にしようと。まあ完全に真似しないんですけどね。フェイム&グローリーか。じゃあ問題ねえ。はい、スキップ。ツザグローリー飛んだな。お、ラベリータか。うちのクラブ2番人気なんだ。おめでとう。ちなみに、うちの1番人気って誰これ。ああ、前作あれですね。TCK 勝ったかっすね。え、嘘。うわー、クラブバに負けた。くそー、なんで多いかったのが裏川崎負けてんだよ。めちゃくちゃショックだわ。今回ちょっと差しにしましょうか。前走逃げてね、ちょっと足が伸びなかったんで、ちょっと今回ね差しでいきたいと思います。和歌山競馬場、本日の第8レースの発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはベストシスター、ダーリングマイル。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくいいレポートました。続いて前へ行くのはダーリングマイルド、さらにはベストシスター。あ、でもこの子やっぱり行きっぷりだけはそうね、本当の妹みたいにあるね。本当の妹って必要だけど、まあ、せっかくね本当の長女か。この子一応ね、あの銀幕の3区の長女扱いなんですけど、本当はこの子ね長女じゃないんですよ。一応2番は、ね、アドマイヤか。あ、やっぱりアドマイヤか。で、1がこれなんだろう。あ、北高じゃん。で、これはなんだ。あ、オートレーなんだ、この勝負。北高か。お、順に上がった。ただ足が伸びないみたい。あちゃー。まあいいや。この子たちはね、マジであの、本当にシーズバと違って、ある程度真面目な走り走る子たちなんで、ただちょっと感覚がすごいひどいですけど。どうしても重賞行きたかったんで、うん、無理な感覚に走らしちゃってるんですけど。お？ちょっと待って、一発ないか？いや、ないわ。3着だ。ち、3着か。やばい。走るところが手詰まりになってきた。びっくりしました。大箇所もう無理。間に合わねえや。ファルブラブサンクだったんだ。なるほどね。うわー。あー、でも素直な気象に乗りやすいと。なるほど。そこだけがまだ成長過程あんのか。サミットストーンここにいたんだ。お前なんで芝にいんだよ。お前ダート行け。今すぐお前ダート行け。あとでサミットストーンを、そうですね、ダービー関係の方にちょっとエントリーしましょうか。でもなんか、そうね、うちのクラブ馬に負けた子もいるけど、
なんとなくクラブマンの方もね、こうやって勝ってくれるからいいや。あんまり嬉しくはねえけど。そうね、クラブの方もね、そろそろ収益的なね、プラスにしなきゃいけなかったんで、なんとか行きましたけど。ビクトアルピサ、エスパールシー、ゼニアッタ、手続きグリーディ。あ、グリーディ行けるんだ。マジか。手続きジェッタ。セルフも行けるのか。お、立山も行ける。ラッキー。ワンダーキュート。さあ、問題はベストシスターどうしましょうかね。左回り可能か。まあ一応ちょっと見守りましょう。このまま中さんでいきましょうか。まあ中さんだったらまだ悪くない気がだと思うんですよね。ただまあ、そうですね。この辺でちょっと中市中市はちょっと問題ですけどね。そうね。でも今のところ岸の手配はまだ問題ないんで。そうね。3月の4週は今のところ問題ないですよね。大丈夫ですね。ロードからニュージーランドトロフィーまで行けるのか。まあ、オッサー行きましょうか。まあ、行きましょうかとしか言わないけど。よし、オッケー。あ、パパね、やっとデブ戻ったんだ。おー、ナイス。一番人気か。プロパブル。父が気に。なるほど。両月馬。なるほどの両月馬。そりゃ勝つわな。そりゃ勝つわな。シーザリオの子ってほんと化け物しかいないよね、マジで。だってこれでもしかしてさ、うちのシーザリオの子って全員勝ち上がってね。お、クラブは一番、あ、8番人気か。お、前に勝ったんだ。おフルあー、TM か。TM に騎士か。ちょっとまだ岩田幕にねえのか。ただ、うちの子3着は取りこぼしちゃうみたい。マジか、あのバカ。あ、でも、弥生賞2着入ったんだ。ならいいよ。どうしよう、普通に負けこけたのかな。そしたら、じゃあ最後、そうさ、欧州馬たちの移動も見ましょうか。で、問題まず、岩田と川田が、海外棄権っていうか。
なるほどね。よし、こんなもんか。ここにもまだいたんだ。よし、こんなもんか。すげえ、めちゃめちゃキシル手がいっぱいしてるけどね。一応、今週は特にでかいですね。のか。この後あれか。3月4週からか、スプリングセックスか、確か。おー、2着なら全然いいよ。よく頑張った。スルメのレオンじゃん。当選もいた。おお、クラブが2番人気か。ちなみに血統は？あ、ワシントンからのクローバーか。なるほど、ダートコンソードだけど。まあ、楽しみじゃ楽しみ。ちなみに、吉出たから先行か。こっちは。お、ナイスよ、頑張った。まあまあ、2着ならまだ。そう。今週走んのか、こいつ。まあいいか、今週ならしょうがねえ。放送してるんだね、うちの馬無駄に。あ、サミットソンほぼ切っちゃったんだ。だからお前ダートバっつったじゃん。でもいつまで帰ってくるのかね。まあ多分おそらく3月なんで、できればね、5月までなんか帰ってきてくんないとちょっとローテーションに組めないんで、帰ってきてほしいんですけど、とりあえず
よいしょか。さあ、スマートファルコンとりあえずお逃げしようか。で、ボランティア飛び込もうか。あ、でも船橋が差しの方がいいかもな。でも、川崎まくって勝ったもんな。ちょっとまくって、あ、でもまくりねえのか。船橋ちなみに防御状態は両方か。追い込みで大丈夫だ。でもスマートファルコンがおもちゃになってきてる。申し訳ないけど。なんかすげえボランティアが早く見えんね。ああ、これすげえす。すげえ大差勝ちやん。ボランタ普通え。強くね、普通に。マジ大差勝ちやん。あ、キューバ神がギリギリ。でも、スマートフォンもなんとか3着に負けたけど、すげえな。地方馬、漢方だけまで負けてるし、ここ大差負けだ。まあまあ、一応重賞だったらギリタイムオーバーないですからね。やっぱりボランティスちょっと帝王賞送りましょうか、無理やり。お、頼みよかったの、おめでとう。おー、ヘニーハウンド、クラブバ2番人気か。じゃ追い込みで。よーしクラブバに負けてたまるか、ボゲー。お、クラブバ勝ったんだ、おめでとうさ。その人気もないけど。いやー、手続きパール除外になっちゃったんだ。じゃパールだけ実装考えるか。あ、ちょっと出れるんじゃん。じゃあ出るか。大箇所。でさ、かわいそうなんだけどさ、この子さ、トレンドハンターっていいんじゃん。賞金400万の子。こいつ除外に持ち込みたいな。ってわけで、今から欧州からこれで3歳馬いない一頭いたーお前今すぐ日本来い。で、こうすることによって、はい、トレンドハンターが除外だと半分いじめなんだけど、似合ってること。あら、そうね。先にボランタスだけレース入れておきましょうか。結構ほぼ帰っちゃったか。あ、ボランタス実はアンタレステークスか。柏記念から。あ、エースポートワンダーキューとか。スマートファルコンが。よし、一応コンチャルダイのベストシスター走るよ。ベストシスター、ベストシスター。中山の見回しようか。オッケーオッケー。ここ勝ち点だよな。じゃないともうね、正直言うと大箇所間に合わないですよ。まあ、むしろ多分、勝てるとしても大箇所を回避しますけどね。よく3着入ったな。オンリーって確か、誰が勝ってもおかしくないメンツだよね。やっぱりフェイマンドグローリーか。一応カレンちゃんとオパールと。お、カレンちゃん強いの？なんか今になってカレンちゃん結構開花してきたね。去年ぐらい、前回、去年ぐらいまでボロッカス負けてたんだけど。うわぁ、すぐに負けたんだ。うわぁ、スノーフェアリーにチェックか、それでも。おお、よかった、勝ってくれた。誰が勝ってもおかしくないメンツなんだけどさ。
そうなんだよ。誰が勝ってもおかしくないけど、多分銭やったんですよ。申し訳ないんだけど。むしろ逆に言うと、銭やったを任したのが出てきたら大爆笑もんだよね。わー、うちの子いって遅かった。1、2、3、4、6、7。まあまあ、日本馬が1、2、3、4、6、7の上出来ないな。ごめん、6、9か、あれ。1頭、2頭飛んでったな。まあ、15番人気のセリフだからしょうがねえか、そもそも。ドバイワールドカップ3連覇ってマジでやべえな。日経賞が先なのか。まあ、どうせルーラシップでしょ。え、嘘。うわぁ、負けたんだよ、ルーラシップ。クラブ棒か。おぉ、よくクラブ棒買った。偉い。これは普通に偉いわ。お、ナイス。未勝利脱出か。したら、そうね、一応地方に送りましょうか、あの子。いやーし。クラブ負けしつボゲー。でもさ、なんかベストシスター、大逃げ打たしてみたいと思う。ごめん、ちょっと、一回大逃げ打たさして。これでもしマジで負けたらごめんするわ。これはもうしょうがないんで、生まれしねえ子だから。でも相変わらずベストシスター、スタートいいな。当選じゃん。おい、エイシンド。これやっぱりエイシンとか当選とかさ、ある程度本当にいい馬がいる馬にしての勝負かなんとなくわかるわ。特に冠目やると分かりやすいよね。早いうちの子も行った。うーん、ダメか。しょうがね、菊花賞目指すか。やっぱりドウェイにならなかったらあの子強えわ。キャロットバウムの馬もいたんだ、ここに。一歩ね、これでこの子また長期休みにする理由ができたわ。よくここまで頑張ってくれたわ。それかどうしようかな。青葉賞に送るっていうのもありだよね。あ、青葉賞に送ろうか。いっそ それもいいな。青葉賞を送るか。青葉賞確か5月の確か1週目か2週目なんだよ。ちょっと待って。俺が一番気になるのは銀幕の背の子だ。うわー、B 評価。終わったー。一番一気だけど、終わったー。うわー、マジかよ。うわー。そうなんだよ。この子ってね、マジのこと言うと、笠松馬なんですよね。11って。うわー、マジかー。私 A ランク多いな。え？何これ、トゥザワールドって。ああ、スズベクスの子供か。あまり活躍しなかったかね。何これ、ポージェスって。アドマイグループさんか。へえ、こんな子見たんだ。まあ、この辺のなんか、シジズマモドキは全部クラブ版の方に送りましょうか。
ロザリンドって誰？シーザリアの子供？え、知らねえ。これ、知らないわ、セリカ。そのシーザリアの子供、全員住所買ってんのか？住所どころか10万買ってんのか？すごいね。平均確定賞金が2億っていうね。平均確定賞金そもそも1億いくまなんて。あ、トップオンミラクルが1億。ファインモーション5億。多分あれじゃない？なんだっけ？北斗ベガーの平均価格3億とかでいいんじゃない？え、そう、北斗ベガーの子供そんな稼いでないの？ダサッ。言っちゃいけないけど、ダサッ。武士座いねえか。パワーワーだけど。あ、武士座いないか。じゃあ北村でいい。いや、ここはでも北村でいいか。そうねぇ…寿司さんだっけ？入っていた。完全に逃げ場てか。まあ、アホ場所は5月の頭だったんだ。そうか、ダービーがそもそも5月の一番ケツだもんね。しょうがねえ、アホ場所行くか。そうね、ちょっとどうしても青場所まで行きたいんで、ちょっとこの後お届かせましょうか。今ちなみに何時？ 4 時ぐらい？あ、3時ぐらいか。じゃあそうね、これだけ一旦次の動画撮って終わりしましょうか。ではまた次の動画で終始ありがとうございました。